ビゴ・ヨハンスン、ビゴ・ヨハンスンは、デンマークの画家である、19世紀末に活躍した、コッペンハーゲンの商人の息子に生まれた。1868年から1975年まで、デンマーク王立美術院で学ぶが、卒業試験に合格する前に、美術院を辞めた。1876年に、妹の肖像画を出展し、1877年に、出展した。 風俗画で才能を認められた。当時の画風は古典的なオランダ絵画のような作風であった。シェラン島の海岸の町、ホワンベクに滞在し、漁師の家庭の暮らしを描いた。1880年に結婚した後は、家庭の情景が題材に選ばれるようになった。アマー島のドラウアなどでも描き、明るい天秤のような技法も見られるようになった。1882年から、 王立美術院の援助を受けて外国へ旅し、オランダやパリの展覧会に出展し高い評価を受けた。1886年にはコッペンハーゲンの展覧会でトルバルセン賞を受賞した。1887年に王立美術院の会員になり、1888年から1906年までは王立美術院の美術女学校の教授を務め、1906年からは 王立美術院の教授となり、1911年から1914年の間、王立美術院の校長を務めた。1894年に、ダンネブロ勲章。1915年に、ダンネブロ十字章。1919年に、ダンネブロ勲章を受訓した。ありがとうございます。